魂のジュリエッタは1965年公開のイタリア・フランス合作のファンタジーコメディドラマ映画。監督、脚本はフェデリコ・フェリーニ。主演はジュリエッタ・マシーナ、サンドラ・ミーロ、マリオピス、バレンティナ・コルテーゼ。夫の浮気に悩むヒロインが現実と夢の世界を行き来した末に心の安らぎを得るという内容。ギガ的な描写や夢のシーンは 新商風景を表現するために使われたフェリーに初のカラー映画。1966年ゴールデングローブ賞最優秀外国語映画賞受賞。結婚15周年目を迎えたジュリエット。二人だけで祝うつもりが夫は友人たちを引き連れて帰ってくる。その日からジュリエッタは過去の記憶を白昼夢として見るようになる。そんなある晩 隣に寝ていた夫ジョルジオが寝言で、ガブリエラという、知らない女の名前を口にする。翌朝、ジュリエッタが問い詰めても夫は知らないととぼける。不安を抱えたまま、友人に誘われて、神秘主義の集まりに参加し、不思議な体験をする。以降、ジュリエッタは、現実と夢の世界を行き来する。更新書に、夫の調査を依頼した結果、夫の浮気が真実だとわかり、 ジュリエッタはショックを受ける。友人に相談すると、自分も浮気したらいいと、美少年を紹介されるが、子供の頃に見た炎に焼かれる、天使像のイメージが浮かんで逃げて帰る。思い切って、ガブリエッタの家に行くが、相手は留守。夫に、直接問いただすこともできず、今まで以上に厳格に苛まれる。追い詰められるジュリエッタだが、壁の向こうに自分らしさを見つけ、 ようやく心の平安を得る。ラストは、家を出たジュリエットが一人森に向かって、歩き出すところで終わる。その意味について、監督のフェリーニはヒロインが自由を得たのだとしているが、ジュリエッタ役で、フェリーニの妻であるマシーナは、夫に見捨てられ、一人ぼっちになったのだと異論を唱えている。ロケ地は、イタリアのフレジェネ。スタジオは、ローマのサファパラティの撮影所とチネチッタ撮影所。 音楽はフェリーニと長年コンビを組む2位のロータ。本作では812と同じサーカスのテーマ、使用した楽器はオルガン、カクテル、ピアノ、ギター、サクソフォーンとジュリエッタの気持ちを表現するボカリーズ。2001年のリバイバル上映の際、ニューヨークタイムズ髪のスティーブン・ホールデンはトラブルを抱える女性心理をガラス越しに見た。 一つながりの陽気なタブローとして描くことに、フェリーには色彩をふんだんに、きらびやかに使うことに熱中したと評した。ありがとうございます。